思い出のガンプラキットレビュー集。ガンダムセンチネル。144分の1。スペリオルガンダム。ガンダムセンチネルとは、かつて、モデルグラフィックス市場において連載されていた、雑誌の連載企画で、主に小説とフォトストーリーで構成されていました。この企画はバンダイから、モデルグラフィックス編集部へ発注されたものでした。テレビアニメ、機動戦士ガンダムダブルゼータの終了から、劇場アニメ、機動戦士ガンダム、逆襲のシャアの公開まで、プラモデルのラインナップに空白ができるとかで、そのつなぎ企画としてスタートします。企画意図は、あくまでも警視との連動で、新ガンダム以下、数点のキットを発売するというものでした。1987年にガンダムセンチネルの第1弾として、フルアーマーダブルゼータガンダムが発売されます。テレビ未登場の大型ビームランチャーを装備したキットは、驚きをもって迎えられました。本当に出たんかい？正直、本当にこの企画からキットが出るなんて、当時はみんな、半信半疑だったのです。ところが、その後逆襲のシャアの関連商品の製品化が予定よりも前倒しになったとかで、ガンダムセンチネルシリーズのキット化は、一時凍結というか、事実上の中止になっちゃいました。これはいけねえ。モデルグラフィックス編集部のスタッフだった浅野正彦は、月刊ニュータイプの協力を得て、1987年のガンダム特集で、ガンダムセンチネルのプロパガンダを行います。庵野秀明原画のゼクアインやネロ、カトキはじめによる、スペリオルガンダムの概念図が掲載されます。正直、この時に大半の方がガンダムセンチネルやモデルグラフィックスを知ったのです。モデルグラフィックスは、その頃あんまりメジャーな雑誌ではなかったので、知名度はあまりありませんでした。何より地方では、あんまり売ってなかったのです。そして、翌月より連載再開、高橋正也のノベライズ、カトキはじめの精緻なデザイン、浅野正彦監修の作例と、とことんリアルを突き詰めたセンチネルは、高い人気を得て、3年にわたる長期連載となります。元は冗談企画だった、秋高美香の、モビルスーツ少女なども掲載されました。そして、ついに逆襲のシャアのシリーズ終了後にキット化が再開。スペリオルガンダムと、そのバリエーションが2種類、ゼータプラスの計4種がキット化されました。ゼクアイン、ガンダムマーク5、ネロは、ガレージキットで発売されています。現在では、公式作品に準じるものとして扱われていますが、当時は、浅野正彦さんらスタッフの挑発的な言動とかが問題となり、月刊ニュータイプ以外のメディアや、ホビージャパンなどの競合も軽視がほとんど取り上げなかったため、露出が少なく、結構マイナーな作品でしたね。スペリオルガンダムとは、地球連邦軍の試作型可変モビルスーツです。キット化するときに、スペリオルが既存の商標と抵触してしまい、ガンダムにスペルの頭文字の S をつけた、S ガンダムが商品名となります。自律制御システム、アリスを搭載、コアブロックを中核とし、複数のオプションを追加することで、その機能を特化、拡張させることが可能。巡航形態である G クルーザーへの変形には、強化パーツが必要で、その形態は XS ガンダムと呼ばれます。ただし、ノーマル状態では、分離は可能ですが、G クルーザーへの変形はできません。戦闘中に飛行形態からスペリオルガンダムへの合体を行うのは、ほぼ不可能と言われています。劇中では、その不可能を成し遂げてしまっていますが、これは、ゼータプラスの身を挺した援護があって可能となったものです。さてキットですが、当時は1000円で、パーツがぎっしり詰まってます。色プラにスナップフィットを採用と、バンダイさん頑張ってます。逆襲のシャアでかなりめんどくさかった、ビス止めがないのがありがたかったです。クリアブルーのビームサーベルには、おお、どうなったものでしたねー。